はい、富士チャンネルの藤子です。ってお友達のまりちゃんです。こんにちは。はい、じゃあ3回目だね、うん、そうだね、やってみようか。うん、この間開発者さんからコメントいただいたりとかしてて、すごいことだね。うん、嬉しかったよね。ね、うん、やる気も倍増ですね。うん、今日は頑張る頑張ろう、うん、頑張ろう。じゃ行くよ、レッツゴー。もう学校に行く？うん、学校行ってみよう。そうだね、うん、パンツいいか。パンツ、いや、変えた方がいいよちゃんと毎日パンツ変えないとダメだよ。そうだよね。うん、今日はさ、可愛いのにしよう。昨日はこれだったから、うん、ふんどしだったから今日はピンク。あ、いちごいちご可愛いね、チョイスが、うん、ちょっと勝負パンツで今日。乙女です。今日はやる気でいるよっていう。えらい。ここ、あ、これなんだろうね。でも学校ちょっと行きたいけど、うん、ベースメントってなんだろうね。まあ、近く行ってみる。ねえ、そうだよね、ちょっと見たよ。ねえ、なにこれ。え、なんかくすみだよ。ねえ、怖くない？音が嫌。お、これさ、人閉じ込めておいてさ、監禁とかできるんじゃない？ねえ、じゃあスクール行く？うん、スクール行こっか。ねえ、えい。あ、ね、一回武器持たないで、うん、ちょっと探索して、うん、探索。ああ、びっくりした。また死んじゃったかと思ったよ、ね、この人の近くに行くとドキドキするから。これ先輩、好きな先輩じゃない。かわいい。こんなにね、こんな歩けなくなっちゃうぐらい好きなんだね。かわいい。なんか純粋だ ね。ほら、もう全然歩けないよ。かわいい。しゃべりかけることもできない。かわいい。ダメだね。あ、この人としゃべってる。うん、あ、なんかいろいろできるみたい。ほんとだ。いいよ、しても反応しない。バイだ。ここ反応しないね。え、これさ、え、ちょっとやってみて。なんなんだろうね。あ、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 それがそれで、ここの斜めは。あ、待って、この人前も回ってなかった。ほんとだ、回るの好きな人なんだ。あれ、でも E が反応しない。あ、じゃあこの人話しかけられないんだな。こ、あ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 、来た。あ、ちょっとアングルが意味わかんない。アングルが、あ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 、マウスでやるんだ。すごい、わかった。あ、食べれた。マインド、オッケー。マウスも使えるってことだね。あ、前さ、学級委員長さんと全然喋れなかったけどさ、いい、いい、いい、ゴシップとかさ、いい、あ、待って。これでここにしといたら、うん、あ、待って、待って、こうやっていいで話しかけるじゃん。いいで話しかけて、で、こ、今じゃあこれで、お、あ、なんか情報がまだないんだ。うん、情報ちゃん、この情報も使えそうだね、うん、ね。あ、この間ここ行ったよね、うん、あ、座ってるよね、誰か。もしかして先輩かな。やっほー。え、先輩なの。あ、あ、目が合っちゃった。ねえ、好きな先輩がこんな。あ、でもちょっと奇妙だと思われてる。ね、なんだよみたいな感じ言ってるね。え、気味悪いって思われてる、ね、おっぱい大きいもんね。困っちゃうね、うん、ブラジャー、あ、ね、クエストみたいな、なんかね、学校でブラジャーを落としちゃって、うん、で、探しても見つからないから助けてみたいな。うんうんうん、よし、任せろ。ブラジャー探そう。きっと男子が持っている。そうしたらさ、この人のおっぱいすごいね。切れてこんなんだよ。すごい。あ、すごい、すごいね。ね、バイバイ。バイバイ、うん、あのブラジャー見つけたらこの女子グループに入れて、うまく、なんか間違いない、うまいことね。あ、あ、これ何？あ、なんかこれ怪しいよ。怪しい。暗い組だね。何これ？なんか、宗教クラブみたいな感じ？あー。でもこの子たちもさ、殺していかないといけないわけじゃん。最終的にはね。みんなね、やっつけないといけないから。すごい、みんな暗い。どうするね、ブラジャーどうする。とりあえずブラジャーは更衣室を見てみて。あ、そうだね、うん、あ、なに、あれ、なに、あれ、焼却炉発見。焼却炉あるから証拠燃やすときここ使うんじゃない。なるほどね。え、ここで洗えるんだよ。すごい、ね、私たち血だらけになっちゃったじゃん前。なるほど、ここで洗いに来ればいいんじゃない。こうやってね、
こうやってね、血も消さなきゃ、これで。なるほどね。これ大事だよ。これめっちゃ大事。人を焼いちゃうってこと？うん。そっか。あ、なるほどね。ね。入る？ね。人大きいよ、結構。あ、ね。あの子一人じゃない？ああ、ほんとだ。あの子一人じゃない？やっちゃう？なんか、灰色だよ、彼女。あ、あの人間じゃないじゃん。ダメじゃん。トークできるんだ、死んでる女の子。あ、ジョインクラブ、どれにする？インフォメーション。あ、でももう過ぎちゃったね。あ、そうだ。過ぎたのはね、多分関係ないと思うんだよね。ジョインクラブ。ほら、これで選ぶんだよ。ガーデニングクラブ。モアインとか。うん、入ろっか。うん、なんかとりあえず入ろうね、いろいろね。あれ？入ったの？入ったのかな？なんかこれも使えるんだよね、だから、うん、このガーデニングクラブ、うん、でもここ誰もいないねえ、やっぱさ、うん、なんかリッチな学校だね。なんか素敵な学校だね。うん、これ何？お花。ここなんもないね。あ、ね、あの中にさ、こっそり、うん、あー、なんか怪しい。これも使えるじゃん。うん、ああ。使える道具ないかな。あ、なんかあるよ、いろ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 、すごいすごい、なに？あぁ、これ怖いやつじゃん。チェーンソーみたいな。あ、ハサミもあるよ。すごい、ジェイソンになれるよ。どうする？まあこの武器でちょっと誰かをやってみちゃう。やってみちゃう。あ、なになに、なになに、なに、え、これなに、冷凍室？なんか不思議。なんかこの部屋不思議な部屋だね。ね、気になるかな。あ、まだいけるよ。面白いね。え、あ、オープンってあるよね。ここにブラジャーないかな。ああ。え、何ここ、おお。見た目変えられる、ここで。すごい。え、なんかすごいじゃん。あ、なんかいろいろできたね。ね。パンはわかるけど。あ、ここも髪の毛変えられる。すごい。何ボタン？H でヘア、ヘアが H だ。すごい、サイズ。H がヘアで、O がオプション。すごい。アクセサリー。O、なるほど。P がパッチ。へぇー。はい。え、ヒゲがね。アイウェアもできるね。え、どうしようね。ヒゲがね、もう。あ。おしゃれだね。O か。O だ。なんかさ、すごい派手な見た目になっちゃった。ね、こっちの方が可愛くない？うん。なんか最初のさ、黒髪の時あんま可愛くなかったよね、この子。なんか、うん。地味だったね。あ、あ、どうせ？あ、できた。ああ、あ、着替えた。おお。これで体操着とかに、制服とか着替えられるんだね。うん、なるほどね。こっちは開かなかった？こっちね、なんかね、わ、エロい、エロい、ね、じゃあ開かないんだよね。開かないね。あ、ここは開けられないんだ、まだね、うん、不思議。なんかレベルがあるんだ。あ、待って、ヌードボタンがあったよ。押していい？え、ヌードボタン押して行くよ。裸になれちゃった。あ、これで先輩のとこ行ってみない？これはやばいよ。これでさ、歩き回ってもゲームオーバーになるのかな。なるんじゃないの。ちょっとじゃあこれはさ、ちょっと露出鏡でみんなにわーってやってみよう。そうだね。授業中のところに、あ、あ、なんか偉いっぽい人がいる。偉いっぽい人に裸で話しかけたらどうなるの。あ、無視すると、やっぱこの人もともと露出狂っぽいし、分かってくれたかもしれない。それだ、絶対ね。あ、なんだ、仲間ねみたいな。ちょっと真面目そうな、ガリ弁のさ、あのさ、宗教のところとかにこれで入ったらさ、うん、うわーみたいな。そうだ、エロい子入ってきた。あ、ここに人いつも、うん、一人だよ。あ、一人じゃん。いい感じ。一人一人一人ね、同じ髪型だよ。本当だ。何してるの？なんか同じ髪型の子なのに。ね。可愛いよ。
かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。しかもこの子話しかけられないしさ。本当な。ちょっと雲の上の存在。やっちゃう？うん。アイドルじゃない？学園の。ね。よし。武器取ってこよう。うん。一人だよだって。うん。初めての犯罪成功。かもよ。ね。でもなんか同じ髪型の子をさ、うん、殺すってかわいそうね。そうだね。なんか親近感湧くじゃん。そうだね。よーし。初めての。でも裸で、うん、でも裸の方がさ、うん、服になんか飛び散らなくていいかもね。ああ。でも思うんだけど、うん、裸だから話しかけられなかったわけでもない。ああ、そういうこと？ね。どれにする？刀にしよっか。なんかこのさ、あ、これ出そう、グリグリして。でもさ、これさっきせっかく見つけたから使った方がいいんじゃない？そうだね。これ、せっかく見つけたじゃん。うん。ででん。よーし。ででん。ちゃうぞ。こっちだ。すごい、なんか床に竹の葉みたいのが生えてるね。うん、模様が。だって、焼却炉の位置はこっちか。うん。あ、あ、いなくなっちゃった？待って待って、いない。あーもうチャンス逃した。あ、いた、呼ばせてる。うん、やっちゃうよ。うん、あれあれあれえ、あ、あれ裸だからかな。何を、何起きた？何の動きこれ。うん、ねえ、倒せないね。この子でも何か意味あるよね。うん、ちょっとやってみて、ね、この武器がダメだったのかな。お、刀だったらいけたのかな。いやー、もうなんか服着てないせいじゃないよね。え、服着てないとか関係なくない？だってさ、さっきの先生も話しくれなかったしさ。服着てやり直してみる？ねえ、人がいなさそう。他の人で試してみたら。そうだね。でも裸で。いや、みんなどこにいるんだろうね。なんかどうせなら裸で殺したいよ。そうだね。うん、裸の殺人鬼。あ、いた、女いたよ。あ、ナースっぽい人がいた。保健室。あ、でも話しかけられない、やっぱり。裸だからダメなのかな。ね、なんかもらってこう。うん。あ、今、捨てられた。ね。あ、いっぱいなんかゲットしてるね。ね、なんかどこかで見れるんだろうね、もちろん。うん、エタノールとかちゃんと書いてある。ね、すごいね、細かいね。細かい。ね、まあ。とりあえず。どうしよう。ね。あ、いた！いた！いたいたいた！じゃあもう彼らに話しかけられたんだな。ね、うん、そうだね。もうね。彼らに話しかけられなかったらやっぱ。こんにちは。ね、みんな騒いでくれないんだね。ね、あ。やばいやばい、これ怒られてるよ。ああ、一発で捕まっちゃった。やっぱさ、やっぱ裸ダメなんだ。常識的な行動取らないとダメだね。普通の人っぽく振る舞わないといけないんだ。そうだよ、普通にやっぱ裸でこんな現れたら何してんのってなるよね。そっか、なるほどね。また何もできず終わっちゃったね。ねえ、人すら殺してないのに。でもさ、今日でいろいろ分かったよね。うん、だから使えそうなのもいっぱい見つけたし、またなんかさ、1回目人を殺して捕まり、2回目裸でゲームオーバー。ねえ、大変なゲームだね。うん、じゃあ次回はもっと賢い女性になって頑張ろうか。うん、頑張ろう、ちゃんと服着よう。ね、うん、服を着て頑張ります。はい、じゃあありがとうございました。またね。またね、バイバイ。